アリンスがアインズ様はしばらく考えられて。あ、いや、気にするな。特に重要なことを考えていたわけではない。とおっしゃりんした。愚かな私の質問に。それで何だったか。あ、ここで宿泊の件だったな。とおっしゃりんした。アインズ様がこちらに滞在されることが分かっているのに、宿泊される天幕の用意を怠ってしまったので、ナザレックから運んでこようと思い、アインズ様にゲートの使用許可をお願いしたのでありんす。そうするとアインズ様は、その必要はない。天幕を忘れたというよりも不要だったから準備リストに入れなかったのだ。マーレが魔法によって宿泊施設を作り出せることを知っているか、とお聞きになりんした。ああ、アインズ様、なんと素敵なお方。はい、とうなずくと、そうか、ならば私も同じようなことができると知れ。グリーンシークレットハウスなどマジックアイテムで代用してもよいが、あれはこの人数では少し手狭だ。見てろ、とおっしゃられんした。ああ、アインズ様。そしてアインズ様は楽しそう、順調なようだな、とおっしゃり、さて、とおっしゃり、前を向かれて両手を広げられて、クリエイトフォートレスの魔法を唱えられました。そして私たちに、本日はここに宿泊する、各院部屋で休息を取れ、とおっしゃりんした。なんと恐れ多いことに、私たちのためにアインズ様自らが休む場所を想像してくれんしたのです。ああ、アインズ様、まさに至高の御方。そしてアインズ様、扉を開いてドアを開けて部屋の中に入っていかれんした。ああ、アインズ様、素敵でありんす。